大寺音寺は、千葉県成田市吉岡にある新言州地山派の寺院。三号は、熊と山。陰号は、池光院。本尊は、釈迦如来。761年岩神によって創建されたと伝えられ、当初は、寺音寺と称していた。鎌倉時代後期、千葉市の一族である大菅氏により、中高され、以降大菅氏に尊崇された。 室町時代初期の1341年、足利忠義が安国寺と師章島を混流した。1391年、五小松天皇から大の一寺を賜り寺恩寺から大寺恩寺と改められた。同年鎌倉久保、足利氏光から武蔵六号法大森里を寄進される。欧永十一年江戸鎌田氏により治療を横領されたため、足利三つ金か,から安堵を受ける。 大衛二十四年、金井氏の乱入を受け、武蔵守護大、長尾忠政の安堵を受け、大衛三十三年、下宇佐守護、千葉金種の永久二年、金種の小千葉種地家の安堵を受けた。江戸時代には、江戸幕府から主院状が与えられていた。足利忠義が建立した、李正党を、元禄十六年に再建した。1902年に暴風により、東海。 現在は祖籍の未残存し、成田氏の史跡に指定されている。第2本資料第6編6冊780ページ。第2本字文書、資料総欄第6編907冊204ページ。第2本字文書、第2本資料第7編6冊791ページ。第2本字文書、第2本資料第7編7冊365ページ。第2本字文書、 第2本資料第7編27冊249ページ。第14字文書、資料総欄第7編907冊528ページ。第14字文書、資料総欄第7編907冊694ページ。第14字文書、ありがとうございます。